さて、これで一通り調理の基礎は教えたことになるけど、二人にここまでマスターシェフを受けてみての感想を聞こうかな。料理っていろいろと手間暇かかって大変だね。でも映える盛り付けを考えるのは楽しかった。地味な作業ばっかは嫌だなって思ってたけど、ちょっとテンション上がってきたかも。私はレッスンを通し料理の基礎を学べました。そして何より厨房は美にあふれていると再確認しました。実にトレビアン。食はやはり人生の幸いだね。ルーク君楽しそう。やる気がこっちにまで伝わってくるよ。俺も自分でびっくりするくらい苦手な作業でもモチベ保ててるかも。シェフが褒め上手だからかな。君の頑張りは私の情熱も引き出してくれたよ。最初は不安だったけど、なんだかんだでいいペアなんじゃないかって思ってきたよ。料理長の指導あってこそさ。引き続きご指導よろしくお願いします。うん、俺もバズる料理が作れるようにこの調子で頑張っちゃうよ。